こんにちは、みじゅです。今回はホンダのオフ会に参加させていただいております。オーナーさんの車両を紹介させていただきたいんですけれども、ツイッターで有名な小木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、小木さんです。よろしくお願いします。2度目なんですよね、何気にお会いするの ね。沼津の日産の時に一度、うん、ね、そうですよね、ハロウィンの時にお会いしましたよね。 その時はあまり時間がなかったんですけど、今日はゆっくり NSX 見させていただけるかなと思ってすごい楽しみにしてました。存分に見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。で、外観を見ていく前に最初にお伺いしたいんですけど、ホンダを選んだ理由というか NSX を選んだ理由とかってあったりするんですかね。そうですね、僕がこれの前に FK8 乗ってて、うん、あ、はいはいはい、その時に、まあ、納車前にホンダの、うん、まあ、本社の青山の方にいた時に、うん、NSX のこのバレンシアレッドが展示されてて、うんうん、その時に一目惚れしちゃって、うんうん、NSX いつか乗ってやると思って、うん、でたまたまその願いが叶ったのが、まあ、この車両ってところですね。ただホンダがもともと好きだったからっていうのもあります。そうなんですね。 FK8 の前もホンダとかだったんですか。そうですね、ホンダの CRZ に乗ってます、うん、あ、そうなんですね。ホンダのスポーティーモデルがお好きなんですかね。そうですね、ちっちゃい頃もインテグラのタイプ R とか S2000 が大好きで。あ、いいですね。そうなんですね、じゃあもう根っからのホンダ党ということで話も合えばいいなって勝手に思ってます。片思いしてます。本当ですか。うん、じゃあ両思いです。よろしく。あ、両思いですか。よく YouTube 見てます。ありがとうございます。じゃあ外観からフロントマスクから見ていきたいと思います。ではフロント周りから見ていきたいと思います。フロントで気に入ってるポイントとかありますか。そうですね、まあ、フロントというか、うん、今見えてるこのブレーキ関係、あ、ブレーキ、うん、ここが今カーボンブレーキっていうオプション、おお、これがかっこいい、ちょっと模様があるんですけど、うん、ありますね。これがカーボンブレーキで、うん、普通のブレーキとちょっと違う。これがオプションなんですね。ここにも NSX の文字が書いてあって、ね、アイアンっていう鉄のやつだと、はい、ここも真っ黒なんですよね。あ、そうなんですか。なんで、うん、あった方が印象変わりますね。もう全然違いますね。なんでここの色が変わってるのはもう全部カーボンブレーキついてる NSX になります。なるほど、これはなんか差別化できますね。そうですね、普通のと一味違うぞってね。そうなんです。で、タイヤは、タイヤはこれは純正のやつなんですけど、うん、はい、19インチの245の35の、うんうん、ZR19 ですね、うん、このホイールも純正ですか。これも純正です。あ、造形がすごいかっこいいですね。そうなんです、これ、うん、NSX でアキュラだと若干形変わって、うん、あ、そうなんですか。日本のはこううねってる感じなんですけど、うんうんうん、アキュラはもうこういう感じで、あ、え、うねってた方がかっこいい気がする。そうなんです、ね、僕もアキュラのホイール輸入しようと思ったんですけど、うんうん、デザイン見て、うん、日本のやつの方がいいんで、うんうん、このままにしました。あ、なるほど。サイドミラーの造形もかっこいいですね。そうなんです、サイドミラーが、うん、でもこれこの造形にするために、うん、まあ、空力なんですけど、あ、はいはい、どうしても細くする必要があって、うんうん、確かにここがすごい細いなんで、まずここ細いがために電動のミラーのあれはないんですよ、うんうん、え、手動？全部手動なんです。え、手でやるんですか。手でやります。え、やってみてもらってもいいですか。こういう感じで、そうなんだ。ただ、うん、NSX 自体が、うん、これ閉じる設計してなくて、はい、あんまりやりすぎると、うん、ここの塗装が剥げるらしいんです。そうなんだ。なんで、え、じゃあずっと開けっぱですか。そうです、うん、そもそも設計として、うん、これ開けっぱで設計してて、うん、あ、そうなんだ。閉じるのは人が当たった時に怪我をさせないために、うん、っていうレベルの話ですね。なるほどね、そうなんだ。衝突時の、そうです、うん、安全確保のため、はいはいはい、なるほど、ね、全然関係ないんだけど、ここになんか虫が入った気がする。すいません。いえいえいえ、マイク入ってるよね、今更だけど、はい、続いてはルーフって変わってますか。そうですね、これルーフノーマルでカーボンになってます、うん、え、ノーマルでカーボン。ノーマルです、すごい。日本仕様がここノーマルカーボンなんですよね。北米仕様だと、ついてるバージョンとついてないバージョンがあ、そうなんだ。グレードによって違うんですかね。そうですね、日本はベースグレードだけなんですよ、あ、そうなんですか。ベースグレードではこれがカーボンになってます。あ、かっこいい。そうなんですね。そうです、めちゃくちゃかっこいいです、ね、半端ないですね。え、ちなみにこのドアノブってどうやって開けるんですか。ドアノブは、うん、これ普通にこうやって開けるパターンと、はい、人によってはこうやって開けるパターン。あー、
なるほど。なんか爪の人とかが傷つけちゃわないように、うん、まあ、こういう開け方以外にもこういうのがあるって感じですね、はいはい、あ、押して出して。そうです、押して。なるほど、そうなんですね。この辺なんていうの、ダクトっていうんですか。そうですね、ここがすごいガッツリ、後ろにエンジンがあるので、うん、ここから空気を入れるんですよね。空冷で、汚れちゃうんですよね。でもこの下のところに水が溜まったりする。そっかそっか。いやでも綺麗にされてますよ、すごい。今日雨だったのにすごいツヤツヤじゃないですか。ちょっと吹きました。吹きました。撮影のためにメンテ済み。メンテ済みです。ありがとうございます。続いてエンジン、ここですかね。見えてますよね。ここにあります。かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。ポイントとかあるんですか。ポイントはこれオプションなんですけど、うん、ここがカーボンになってる。おー、すごい。純正はカーボンじゃないってことですか。そうです。ほんと真っ黒な感じで。あ、この辺カーボン。そうです、これもカーボンの羽で、うん、ちゃんと切れ目入ってるんですね。なるほど。これもオプションのカーボンバネになってて、かっこいい。割と手入れは大変です。やっぱり熱くなって色が剥げてきちゃうんで、うん、定期的にコーティングを自分でかけてる。あ、そうなんですね。偉いですね、自分でやって。リアもかっこいいですよね、スマート。そうですね、ここが、うん、マフラー1本に見えて実は4本あって。あ、ほんとだ、4本ある。これが走行のモードによって稼働するのが切り替わって、はい、へえ、そうなんだ。一番その、うん、エコで走るクワイエットっていうものだと、うんうん、はい、橋しか使わない。あ、橋の2本で。そうです、エンジンが稼働し始めてから4本全部が動くっていう、はい、あ、そうなんですね。モードによって切り替わるんですね。そうです。なんでこれも、うん、あの前輪、これ4駆なんですけど、はい、前輪はモーターでしか稼働しなくて、うん、エンジンは後ろしか稼働しないので。あ、そうなんですか。モーターだけで走ってるときはこれ FF になるんですよ。あ、そうなんだ。エンジンがかかって初めて4駆になるんで。へえ、そうなんだ。よいしょ、失礼します。どうぞ。すいません、恐縮ながら運転席に座らせていただきました。すごい憧れの車両、ありがとうございます。じゃあまずドア周りから。この辺がすごいツヤツヤなピアノブラックなんですけど。これはもう内装のコーティングを自分でかけてて。すごい。常にピアノブラックあたりは傷つかないように、うんうん、なるほど。へえ、そうなんですね。でこの辺はベロア調の。そうですね、一応そうなんですけど、うん、純正で、ここはもうオプションの白ですね。あ、オプションなんですね。この辺とかもですね。そうです、全部革です。座面とかセンターコンソール。そうです。かっこいいですね。どうしても真っ白、赤ボディに真っ白の個体が欲しくて、うん、うん、揃えたんですね。そうですね、はい、内装もオプションが一応ついてて、はい、ここら辺がカーボンになってるのがオプションですね。ほんとだ、このハンドルの上と。純正だとここら辺は特にカーボンついてなくて、うんうん、はい、ここはアルカンターラになってますよ、ね、あ、そうなんですか。結構オプション加えてますね。じゃあエンジンスタートします。おー、すごい。おー、ほほほほほ、かっこいい。ということで本日は車両紹介ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。憧れの NSX 撮影することができて私もすごい嬉しいです。ありがとうございます。またなんかシビックタイプ R 新型増車される予定ですよね。そうですね、もう増車するっていうんで、うん、ディーラーの方に話してて。あ、すごい。でもうすぐまた荷台持ちに戻る感じです、ね、うんうん、あ、楽しみにしております。そしたらまたぜひいつかオフ会等でお会いしたら撮影させていただけたら嬉しいです。ぜひぜひお願いします。どこにでもある黒い FL のあれになると思います。いやいや、楽しみにしております。ということでご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。